ソフィア、話し合いは求めません。ただ行きたいのなら、私を屈服させなさい。司法、メリア、ダメダメダメ、物に逃げちゃ。この世界の法則を私にぶつけても意味ないでしょ。メリアの武器は全部無意味。いつまでも逃げ腰だと私がメリアに勝っちゃうよ。ソフィアの一定能が強化されている。少なくとも最低限のコントロールができている。何があった？そうだ、少し驚かせてやろう。モーションキル。はぁ？ほら、余裕ですと言わんばかりに羽なんて出してるからそうなるんだよ。邪魔だからさっさとしまいなよ。本来の力で一睡能と不可能支配のコンボ、すっごく扱いやすい。現実世界でもこれならいいのに。口だけじゃない？ですね。強い、今までのソフィアにはない。強さと器用さ、あとは勢い任せだったソフィアの戦いに規制を感じる。本当に何があった？見定める必要性がある。目の前にいるソフィアは私の知っているソフィアじゃない。全くの別物として考えるべきだ。ごめんなさい、私、ちょっとワクワクしてる。全知全能でどこまでソフィアが対応できるか。さっきまでの相手がくせにすぐワクワクしちゃうんだから、そこは今も昔も変わらないな。一睡能、でせん。あら、やっぱり質の法則が混ざると法則が壊れちゃうね。どうもうまくいかないや。こっちの私はちょっと刺激的だよ。一睡能、不可能支配、重破。すごい、あれは私の全知全能を使ってでも触れてはいけないと本能で感じた。必要で潰したらどうなる？壊すか？この星を。賢いね。一瞬で私の不可能支配封じを力技で抑え込んだね。容赦のない大胆さだ。無傷ですか？素晴らしいですよ、ソフィア。どこで手に入れたかわかりませんが、不可能支配を所持していたので、知っている法則から攻めたつもりでしたが、一睡能で完全に相殺しましたか。面白い、すごく面白い。次はどんな可能性を見せてくれるかな。どこまでやったら壊れないかな。試したい。喧嘩してるってわかってるのかな、あの子は。本当。次は近距離で攻めてみましょうか。メリアが落ち着く？違う、今のは圧だ。同じ帝王神候補なのにメリアが圧倒的に見えるほどの圧。単純な実力差だと完全に私が劣る。いつまで一睡能の中に隠れている。さっさと出てこい。やっぱり少し細胞破壊が起きるか。でも一度全部切り離してると、そして再度作り直せば、ほら綺麗に修復。マジか、一睡能をそんなやり方で修復。全知全能だからできる荒技か。道理で帝王人工保全人私を怖がらないわけだ。一睡能、不可能支配、重破。二度の同じ技はいらない。自己破壊、自己修復。そして私が受けた一睡能の物質の破片をもとに新しい法則を数百万通りの法則を生み出し、抑制。あとは勢いが収まったところで強制的に反作用反応を起こさせ、消滅を促す。一睡能の法則がわからなくても対処くらい容易なものですね。正直なめてた。一睡能がしっかり使えればメリアを制圧することなんてわけないって。さすがメリア、最近間抜けなメリアしか見てなかったから忘れかけてたけど、メリアって本当に強いんだった。一睡能で次はこの近距離で抑えて。カウンター、まさかの人格解放ですか、ソフィア。生まれて初めて守りで人格解放を使った。本気でまずい、まだ私は人格解放を長時間扱える耐久性は持っていない。早くしないと死んでしまう。まさか人格解放をしても一睡能だだ漏れじゃなくなってる。やっぱり君、私の知ってるソフィアじゃないね。誰だ、白状しろ。私の知ってるソフィアはここまで好戦的じゃないんですよ。私の知ってるソフィア、それはメリア本人が私を知らなかっただけだろう。本当の私はこうなんだよ。楽しいことが大好きで、楽しいことには全力で楽しみたい。楽しいが続くなら妥協はしない。そして私から、楽しい、を奪う人は許さない。だから戦うんだよ。そうですか、その似たことない帽子は何かの恩恵があると見ていいのですか。あるね、わざわざこの帽子だけは一睡能で作れるように努力したんだから。ソフィア様、7日間かけて貯めたポイントの6割をその帽子に割り振るのですか。うん、この帽子は私にとって一番の宝物だからね。パト様からもらったものなのは理解していますが。それだけじゃないよ、リボン。これはね、神聖エルフ族のソフィアから、パトの専属神のソフィアに変わった記念なんだよ。ソフィアっていう名前ってさ、世界的に見ても多い名前なんだよね。実名でもファンタジーでも。でもパトの専属神のソフィアっていうのはどの世界、どの物語にも当てはまらない唯一の存在。だからこそこの帽子をかぶった私は私という存在そのものなんだよ。
だから私は試練でもこの帽子をかぶる。もう過去の世界だとしても今の私はパトの専属神なんだから。ふーん、あ、全然わかってない顔だ。困り果ててるもん。メリアにはわからないかもしれないけど、私にとって最高の恩恵が宿っているよ。わかりますよ。効果はなくても意味を持つ恩恵というのは存在しますから。そうか、明らかに私の知っているソフィアよりも違う。でもソフィアでもある。精神年齢の高さ、もしかして未来のソフィアか。あの顔、もしかすると気づいたか。そういえば試練中に私の存在に気づかれた場合ってどうなる。気にしたことがなかったな。さて、私は神格がスマでもないのはわかりました。私が神格解放をしてもまだ足りないと言いたいわけ。わかりましたからね。だからこの無意味な喧嘩に私なりの結末を用意しましょう。私の二つ目、上の連中が勝手に決めてるのですが、覚えてますか？知ってるよ、全知の皇王。メリアらしくないよね。はい、この二つ目はお母さんが選んでくれたものですからね。でも私の兄弟たちが満場一致で決めていた二つ目が私にはあったのですよ。絶対服従の栄王。私の全知は誰かのために使うのではなく、誰かを服従させることに特化している。つまり私がご主人の隣に立っているのはこの能力を強く持っているからです。どんな相手でも絶対に従わせる。服従し、ご主人の駒として、私の駒として扱う。それは条件次第では帝王神候補だって、帝王神だって例外じゃありません。私はその中でもソフィアだけは対等の友人として服従なんて一切行いませんでした。おそらく今後専属神が増えてもその専属神たちにも同じく服従なんてしません。まさか、メリア、お前、私を殺す直前に、私を服従させたんじゃないだろうな。私が自ら死を選んだけど、もしそれがメリアが選んだ選択の一つだとしたら。正解ですよ。私はあなたを最初で最後、服従の力を使ってマインドコントロールし、自ら死を選ぶように誘導する、その方法を選びました。そうか、うまくいってたんですね。あなたが何年後のソフィアか知りません。ですがその数年間ずっと私の洗脳から抜け出せていなかったのですね。これはずっと私が隠してきた秘密、知ったところで対策不可能、だから絶対服従とまで言われているのです。ソフィア、あなたはただ生きる、と言ってください。そうすれば私の敗北でいいです。ただし、言えずに死を選んだ場合、もう二度とこの世界に来ないでください。いえ、私が絶対に来させません。そう洗脳します。納得したよ。道理で私自身が死を選んだのに、メリアはずっと強い罪悪感を抱いていた。てっきり私を殺そうとしたことをずっと気にしてるのかもって思ってたけど、事実はメリアがしっかり私を殺したから罪悪感でいっぱいだったんだ。ムカつく。現実であったら絶対一回は殴る。それでは始めますね。こんな物騒な場所ではなく、ゆっくりと二人でお話しできる場所で。許したかったの。抵抗されたくなかった。というかソフィアとは私が100悪いとはいえ険悪にはなりたくなかったので。ああ、残念だな。メリアにとって私はその程度だったか。本当ごめんなさい。当分はソフィアのわがままを聞いてあげますから、それで許してください。言ったね。メリアに無言はないね。じゃあ次になんとつけて甘えた感じに視聴者に向けてどうぞ。ご視聴ありがとなん。次回も見てくれたらメリア嬉しいなん。うふう、次回もお楽しみに。